ホワイトアルバム8回目。クリスマスライブは大成功。だけどその後の成功はできず。はい、続きいきましょう。昨日から大学の冬季休暇。まなちゃんの家庭教師、俺も家庭教師ダメだよ。家庭教師を名乗っちゃダメだよ。一回も言ってない。じゃあ今日も安定のスルーで。雪はやっぱりライブ後だからお疲れかな。弥生さんにでも会いに行くか。会話レベルを上げに行こう。なんだったら雪のクリスマスライブの話題なんかが出るんじゃないのかな。ライブすごかったな。ライブもすごかったし、その後の展開もすごかったな。森川雪オンステージ。何か。弥生さん、雪頑張ってましたよね。構いませんけど。はい。じゃあ、あれ？恋愛がない。恋愛あげたかったんだけどな。世間話レベル3を目指しましょうか。うん、行ってみよう。仕事中にこの人に世間話、怒られるよそんな。やめた。何か。いや、選択しといて喋らないっていう。いや別に、っていうか仕事します。そう願います。やっぱり怖いよこの人。それだけ。ああ。職場で弥生さんに会った時、世間話をしても好感度は上がらないっていうことか。12月27日、もうすぐ1年が終わっちゃう。これ何年の設定なんだろう。でも以前やっぱ背景にね、トゥーハートのリオちゃんがポツンと映ってたぐらいだから90年代後半だと思うんだけど、制服着てたからね。今日はテレビ局にユキがいるみたい。衣装が白いのに戻っちゃってる。あの赤い衣装はあれか、やっぱ特別なライブの時にしか着ないっていうことかな。ユキ、おはよう。おはよう。無邪気な笑顔でユキが声をかけてくるけど、でも家ではすんごい孤独な生活を送ってるんだよね。生活感のない家っていう。あれ、世間話ロックされてんじゃん。じゃあ恋バナでもしておくか。恋バナももうちょいでレベル3だしな。上げていきたいよな。うん、恋愛。知り合った頃のことって覚えてる？知り合った頃？そう、高校で同じクラスになってさ。放課後ユキはすぐに帰っていたから、クラスでも存在感が薄かった。偶然席が隣同士になってなければ俺も特に意識しなかったと思う。最初に喋った時も多分どうってことない世間話とか連絡事項だったし、それからも後も特別なイベントとかはなくて、自分から切り出しておいてほとんど話題が広げられない。ユキの方は無言で恥ずかしがっていた。何思い出してるの？指先をもじもじ動かすだけで言い出そうとしない。気になるから言ってみてよ。何度かそんなやり取りをしてやっと答える気になったらしい。両思いだって分かった時のこと。あの告白のあれか、プロローグの時にあったやつか。トウヤ君顔真っ赤。いきなりそんなこと言い出されてもさ。困っているとユキは上目遣いに俺の顔を覗き込んできた。トウヤ君は覚えてる？だから照れるって。もう覚えてない。不安げな表情にさすがに後ろめたくなってきた。覚えてるって、あの時はさ。仕方なく答えようとしてちょっとからかってみたくなった。どんなだっけ。知らん顔でそう聞き返してみた。はぐらかすんだ。めっちゃ覚えてるくせに。そうじゃなくてさ、ユキは覚えてるかなって思って。トウヤ君本当は忘れちゃった？ヒントは、表情が暗くなってきた。そろそろ本当に話を戻した方がいいなと思った時、ユキが言った。忘れててもいいよ。もともと最初は私の片思いだったし、トウヤ君も覚えてなくても当然だと思う。これそうなんだよね。ユキがトウヤ君に惚れた。なんでユキはトウヤ君のことが好きになったんだろう。なんかそこら辺のところってあんまり語られてないんですよね。意外と席が近かったから心の距離も近くなったみたいなことを最初にちらっと書かれていたぐらいで、何か大きなきっかけがあったわけでもない。でもなんかその辺もリアル感があるな。学生の時って席近い子好きになるよね。なんかわかる気がする。
控えめな微笑みを浮かべて俺のことを見る。それでもトウヤ君は私のこと受け入れてくれた。でも地味っつってもさ、後にこの一大アイドルになるこの子だからね、全然可愛いでしょ。私はきっと忘れないから。それにヒントは過去形と現在形。あー、そんなん言ってたな、プロローグで。言った途端ユキは驚いた顔で俺のことを見返した。俺が本当に忘れていると思っていたらしい。まあそれもユキらしいけれど、あの時はさ、俺だって忘れるわけがない。あの時、あ、待って、大声出すなって。慌ててユキの口を押さえる。辺りを見回すと他の人には気づかれていなかったらしい。気をつけないと。こんなところでこんな話を持ち出した俺が悪いのかもしれないけど、だって本当に恥ずかしいんだもん。ユキは神妙に言った。付き合い始めた頃と同じ控えめで真面目な女の子の顔だった。いや、ほんとなんかいちいち文章がすごい綺麗だな。ホワイトアルバムの魅力はほんとそういうところにもすごくあると思う。女の子が可愛いのはもちろんだけど、文章がいい。トゥーハートもね、ほんとそうだった。アクアプラスいいなあれ、今日はユキはいない。じゃあやっぱ弥生さんか。弥生さん、あー、まあじゃあ弥生さんかな。エコーズへの弥生さんなら雑談してもいいんじゃないのかな。世間話しても。弥生さん、ユキはいない。カウンターよろしいでしょうか。いい声してんな。恐れ入ります、パクロミさんさて、あー、世間話いけますね。よし、じゃあ、他は別に世間話これ。でも最近家庭教師をやってるんですけどって、嘘じゃん、俺やってねえよ一回もマナちゃん家行ってないよ。そうですか。そうです。頑張ってください。そういえばマナちゃんが同じ学校行ってたんだよね。あの、自分の後輩というか、なんつったっけ高校の名前。マナちゃんイベントを起こしてなさすぎて高校の名前忘れちゃった。ゆうなぎは大学だもんな。ゆうなぎ大学。高校なんだっけそんなにどうだっていいことかな。そりゃそうか。会話してくんないじゃん。心底興味なさそう。へえ。弥生さんに世間話はいかんな。ただ自分のパラメーターは上がるからね。上がってるよね。あ、今日は弥生さんすらいない。あ、一回ぐらいマナちゃんに会ってみる。神秘駅にいる。ちょっと会ってみたい。ずいぶん会ってないような気がするから。マナちゃん、この独特な、なんていうの、紫色の制服を見たくなった。あ、ほらほら、これ後ろに平山リオちゃんがいるんだよね、駅の奥にさ。こういうの嬉しいよな。これ発見した時テンション上がったわ。いいわ、うん、いやあ、マナちゃん。あ、藤井さん、どうしたの。マナちゃん、学校の名前なんつったっけ。初めて会ったな。じゃあここは世間話を責めるか。世間話、あ、いや、恋話しちゃう恋バナ、マナちゃんと恋バナしたい。恋バナしようぜ。変なこと聞くけど怒らない。多分怒るわねいいね、このメスガキ感。そんな速攻で。変なこと聞かれて怒らない人なんていないわよ。それもそうか。そういうこと。じゃあね。え、それだけ。あ、全然会話できない。彼女に恋愛のことなんか聞こうとするから。そうか、マナちゃんに恋バナはダメなのか。へえ。12月30日、もう少しで年が変わっちゃうよ。マナちゃんを追いかけてみるマナちゃん、あー、でもアキラだったり、はるかにも会いたいな。
はるか会ってみるか。神秘駅、神秘駅、神秘で読み方合ってんのかな、謎だな。でもさ、これトゥーハートの舞台と同じ駅だとするなら、あの場所は神秘っていう場所ってことになるのかな。トゥーハートって結構その場所の名前がね一切出てこなかったんですよね。学校の名前にしろ、その土地の名前にしろ。何？あ、学校の名前は寺所とかは出てきたけど、自分の学校の名前が出てこないっていう、その辺はアニメでも全然出てこなかったから、徹底されてたなと。よし、じゃあ俺と恋愛の話をしようぜ。俺さ、時々気になってたんだけど。何？はるかってさ、今好きな人とかっている？気になってたの？いや、気になってたっていうか、なんかなっていうか。ダメだ、ここで俺の考えモードに入ったらごまかされる。なんかほら、そういうの聞いてみたいなって思う時あるだろ、時々さ。首をかしげるはるか。ないならいいよ。恋愛とかそんな以前の問題だな、はるかの場合。どう思う？好きなんだろ俺のことが。分かってるよ、幼馴染はみんな俺のことが好きなんだよ。だからトウヤはどう思うの？何がいると思う？そういう人。え？いるんじゃない？いるとか、ひょっとして。俺はなぜか恐る恐る疑問形で答える。ひょっとして？あ、なんでもない。でもいるわけ？いるよ。おお、そう。自分で聞いておきながらどうかと思うけど、俺はちょっと動揺した。俺だってユキにそういう気持ちを持ってんだから、はるかが誰かをそういう気持ちになったっておかしくないはずなのに。聞きたい？いやー、そういうのってほら個人の問題だしさ。どうや、いくら付き合いが長いってもプライベートはプライベートとして。え、何？だからどうやだってば。すげえあっさり言ってる。何が？好きな人。へえ。何言い出すんだ。ごまかすにしても他の誰かの名前だっていいだろうに。あとユキかな。あ、そういう意味なんだ。そういう好きか。俺が相手ってのもあれだけど、ユキが相手ってのももっと怖い。特にハルカなんて中性的なんだから。そういうんじゃなくてさ、そんなのわざわざ聞かなくたってわかるよ。再び首をかしげる。じゃあアキラ。じゃあってなんだ。でもアキラそうなの？うん、トウヤと同じくらい。そっか、同レベルか。そういうんじゃなくて。いちいち考えなきゃわからないレベルでもないだろうに。じゃあ美咲さんなんて言うなよ。美咲。なんで驚くんだよ。トウヤってなんかすごいね。すごくない、すごくない。ああ、いや、もういいよ。考えてみたら、はるかとは20年近く一緒にいて、で一度もそんな話をしたことがないんだ。今さらそんな面白い話になるわけがない。そういう人できたら教えるね。じゃあ、できたらな。できたらね。幼馴染ルート気になるね。へえ。あ、今日で年越しか、大晦日。ギャルゲーで幼馴染が恋愛対象じゃないギャルゲーってあんのかな。絶対ないよな。幼馴染は絶対いるものだと思うけど。今日は幼馴染とアキラ。じゃあ年越しアキラでもしておくか。エコーズ。アキラ、何気に好感度がもう、アキラ多分ユキの次に好感度高いと思うんだけど。いや、アキラに好感度っていうものがあるかわからんけど。じゃあ、ああ、恋愛あげときたかったけど、じゃあ世間話かな。うん。アキラまた本買ってる。うん、今本屋さん寄ってきたとこ。アキラってさ、いつも本ばっかり買ってるみたいに見えるんだけど、なんかミステリー小説が好きとか言ってたっけ。俺が出会った時からアキラは本を読んでいたみたいなイメージがある。かといって特に秀才チックな印象もないし、学校の成績が物語っていた。根の暗い本の虫なんて風にも見られてもいない。考えてみたら不思議だ。アキラってさ、本にどれだけお金かけた？考えたこともないや。トウヤはあんまりお金かけないんだ。いいんだよ、俺本読みたくなったら図書館行く人なんだから。読みたくなったらだけどね。
あくまで。うん、僕もそうだといいのかもしれないんだけど、つい買っちゃうな。しょうがないな。まあどうせ俺はエンゲル係数の高い人間だけどね。うん、僕は低い方かな。そんな話してないよ。しかもそんな真剣な顔しなくたって。それに最近食欲もないかも。え、大丈夫？してないってば。あ、終わっちゃった。とうとうテレビもパッとしない芸能人たちとやたら長いけどパッとしない時代劇しか映さなくなってしまった。これだから年末のテレビってなんて自分のテレビ局でバイトをしてみると結構それを責める気持ちにはなれない。まあそのあたりの事情は分かってても番組がつまらないことは変わりはないんだけど、それにしても年末くらい部屋で退屈するのは避けたいな。俺はちょっと迷って、そしてやっぱりテレビを消す。途端に部屋が恐ろしく静かになり、表の通りの音が聞こえようがしに響いてくる。そういえばユキも今日は仕事なんだろうな。ユキ来ないかな、ピンポンって。この心が脆くなりかけている時に一番思っちゃいけないことを思ってしまう。どうしようかな。やめた。どうせ外に出たって用もないのに人ばかりややたら歩き回ってるに違いない。そんなとこにわざわざ出ていく気になれない。俺は再びベッドの上にごろりと倒れ込む。そうだな、このまま寝てしまうっていう手もあるな。寝てたって新しい年はやってくるんだ。新しい太陽さえ昇れば寝よ。ああ、あ来た来た。これでもう1月1日になるかと思ってたら来たじゃん。本当に雪でしょ。さっきまで誰も訪ねてこなかったくせに、寝ちゃおうと思って目をつむった瞬間にやってくるんだな客って。何かの法則かこれは。俺がダラダラとベッドを降りる。あ、ドアを開けて俺は思わず声を漏らす。アキラじゃねえだろうな雪だよな。雪、遅くなってごめんなさい。雪が俺に笑いかけている。でもどうして突然に。どうしたの、トウヤ君。いや、どうして急に俺のとこに。え、だって私初詣に一緒に行こうって。ああ、前回言ってたよね。あの時成人式も一緒に行こうっつってたよねあのクリスマスツリーの前で。あの時か。じゃあ初詣とかも一緒に行こうね。うん、じゃあ約束守ってくれたんだユキ。こっくりとうなずくユキ。約束なんてものじゃなかったはずなのに。少なくとも俺は来てくれるなんて思っていなかったのに。それなのにユキは来てくれた。さすがだなユキ。ありがとう。うん、すごく遅くなっちゃったけどね。これはクリスマスの時のあのリベンジを果たす時が聖なる夜再びでしょう。ジョヤの鐘をつくんではない、ユキを。なんでもないどうしもネタ言いそうになったわ。ユキがそう言った時、いやよいさんいんのかよ。事態に巻き込まれてしまい。やよいさんもいる。やよいさんのせいじゃないよ。二人きりじゃなかった。今夜はジョヤの鐘をつけない。近道をしようとしたのですが逆に混んでおりました。姫始めを追っ始めようと思ったんですが、まあ中に入らない、部屋温まってるから一応。弥生さんはこの寒さをものともせず顛末を説明しかねない様子だ。俺は慌ててドアを大きく開ける。恐れ入ります。お邪魔します。弥生さんも一緒か。でもさすがにこの部屋に3人はきつかった。2人を床に座らせながら俺はちょっと後悔するみたく言う。ううん、そんなことないよね、弥生さん。はい、決して。なんか不思議だな、弥生さんがいるの。変な感覚。された清潔なお住まいですね。しかもなんか褒めてくれてるし、この人の口から清潔って本当に清潔って感じがする。でもね、トウヤ君、弥生さんのお家ってすごいんだよ。お屋敷みたいなの。お屋敷？お嬢様なの？へえ、クルス川なの俺改めて弥生さんを見る。メイドロボに興味ある弥生さん。だからちょっとセリオっぽいのか。
確かにこの不思議な上品さを考えると、そういうところで暮らしてるっていうのも納得できる気がする。私もロケの前の日とか時々泊めてもらったりするの。へえ、そうなんだ。あ、いつもお世話になってます。別に俺がユキの保護者ってわけでもないのに、つい弥生さんに頭を下げてしまう。むしろ今みたいな状況だったら、今俺よりも弥生さんの方がユキの保護者って感じだけど。お風呂だって2人で入っても全然広いんだよ。おいおい、コミックゆり姫その可能性、なるほど、ユキヤヨねユキヤヨっていう可能性は初めて。いいカップリングだね、ユキヤヨ。ユキ一緒に入ってんのお風呂？時々。マジか、弥生さんマジか。何気なく答えるユキ、俺は一瞬想像してしまい赤くなって舌を向く。何赤くなってるの、トウヤ君？ユキヤヨいいね。何言ってんだよ、そんなことないよ。慌てて言いながらチラリと弥生さんを見るとどういう反応だこれは。照れてる。あ、照れてるの弥生さん。言うなっていうこと。そうだユキ、神社行かない、初詣。この空気をごまかそうと俺は少しわざとらしい元気で言った。あ、そうだね、そのためにトウヤ君のとこ来たんだもんね。忘れるところだった。お風呂の話で年を越すのも忘れるところだったのか。ユキは、申し訳ございませんが、ユキさん、今日の人出の多さはご覧になったでしょ。うん、あまり外出していただきたくはないのですけれど。もうだって大人気アイドルだしね。立ち上がりかけるユキに弥生さんは事務的に言う。でも。だけど弥生さんは何も言わず、ただ真面目そうな顔で俺を見ただけだった。ユキが少しかわいそうって気もするけど、弥生さんの言う通りだ。混み合ってる神社なんかにユキを連れてって、もし誰かに気づかれでもしたら、それこそ想像しただけで恐ろしい。仕方ない、ユキに我慢してもらうしかないのかな。ですから、今夜は藤井さんのお部屋でおとなしくしていましょう。俺がユキにそう言おうとした時、弥生さんはユキに顔を近づけながら子供を相手にするみたいに優しく言った。すると、わかりました弥生さん。いいねユキヤヨユキヤヨありだな。このミアンの玉木ストーリーみたいに 3P ルートはないのかユキも素直にうなずいた。さすがユキ専属のマネージャーだ。感心していると、トウヤ君。何？ごめんね、困らせてばっかりで。恥ずかしそうに頭を下げるユキ。別にいいよ俺、そんな。謝らなきゃいけないのはむしろ俺の方だ。こんなユキに何もしてあげられない情けない俺の方だ。だけどユキはそんなにもがっかりした様子も見せないで、いつも見たく明るく振る舞ってくれた。俺も引き込まれるみたいに、いつもみたいにどうでもいいおしゃべりに興じた。ユキさん。不意に弥生さんがユキに声をかけた。振り向くユキに彼女は時計を指し示している。あ、そっか、トウヤ君。うん、明けましておめでとう年変わった。少しいたずらっぽく笑ってユキが頭を下げる。そうか、年が明けたんだ。弥生さんもおめでとうございます。少し微笑んで弥生さんも軽く頭を下げる。弥生さんいいな、ね、なんか雪イベントっていうより弥生さんイベントの感じがするんだけど。これ雪がスッと立ち上がる。ん？窓を開けていい？なんでだよ、寒いよ別にいいけど寒いよ外。いいの。そう言って雪は窓を開けてベランダに出る。ベランダに出たって、こんなところから見えるものなんて何もないのに。私もよろしいですか。除夜の鐘聞こえるかな、もしかして松原神社の除夜の鐘。松原神社はそんな大きい鐘ないか。あのマーリアン先輩がなんだっけ、あのなんだっけ神社で修行してた場所なら。俺がうなずくと彼女も静かに立ち上がり、カーテンの奥に消えていった。松原神社ってあれね、裏山のあのエクストリームの聖地ね。聖地俺が勝手に言ってるだけだけど。ユキはともかく弥生さんまで。ベランダから弥生さんが何か言ってるのと、ユキが笑う声が聞こえてくる。
なんだか取り残されたみたいな気分。はぶられてんじゃん、ちょっと。しょうがない、俺も混ぜてよ。ユリカップルの間に俺も混ぜてよ。雪やよの間に。おお、いい CG。 いいね、弥生さんかっこいい。この眼光よ、弥生さん。 2,3 人殺してる眼光してるけど。迫力あるな、弥生さん。いいな、露出した肌を切り裂くような、だけどとても爽やかな冬の寒気が俺を刺す。あ、トウヤくんも来た。寒さに身を縮ませながら、それでも楽しそうな笑顔で雪が迎えてくれた。狭いベランダに俺たち3人の白い吐息が、なんか神秘的な演出みたいにほのかに現れては消えを繰り返す。軽くてすりに触れると金属の鋭い冷たさ、冬の感触だった。心地いいですね。あ、なんか弥生さんには本当珍しいセリフというか、寒さなど感じてすらいないみたいな弥生さんが空を見ながら俺に言う。俺も真似して空を見上げてみる。雪が降らない代わりに星が見える。燃えるように、凍るように、攻めるように、その星々は瞬いている。星の夜空はその一つ、その星の一つ一つが張り詰めて輝き、過酷なまでに美しい。俺は胸いっぱいに夜の空気を吸い込んでみる。不思議な感じだ。吸い込んだ空気は全く変わらないのに、それでも確実に何かが変わっている。世の中が変わってるんだ。何しろ地球が一回転したんだから、当たり前のことなんだけど、なんだかすごい。風もなく今夜の空気はおとなしいけど、夏のそれと違ってひどく重々しい。肺の奥へ奥へと沈んでいこうとする。胸の中が重い。その胸の奥のうずきに、目をつむっててもいつも現実の夜が俺の目の前に見える。寒さに震えながらとても嬉しそうな雪と、冬の夜闇の中に祈るように佇む弥生さんと、そして俺と。幻想なんかじゃない、いろいろあったけど、それなりに幸せだったかもしれない。この現実、これからだっていろいろあるかもしれないけど、でもそれはそれでいいのかもしれない。いろんなことがいろんな風に変わってるとしても、少なくとも雪は今変わらないままで俺のそばにいてくれている。俺は吸い込んだ息を大きく吐き出す。ひときわ大きな白いもやが俺を包む。ふと横を見ると雪と目があった。寒いね。雪の声は震えてる。もう中に入る？部屋の窓枠に手をかけると、雪は少し困ったみたいな顔をした。ううん、もう少しだけ、もう少しだけここがいい。目を伏せる雪。あ、そうか、そうだな。俺は雪の肩をそっと抱く。いやいや、弥生さんの前で、弥生さんの前で何をおっ始めようと。寒くない？うん、あったかい。俺の胸に頭を押し付けながら、雪は照れたように、でもどこか安心したみたいに言った。雪が呼吸をするたびに、彼女の体の中で優しく温められた呼吸が俺を包み込む。トウヤくん、ん？今年も一緒にいられたらいいよね。顔を胸にうずめたままつぶやく雪。そうだね。そんな彼女の頭に俺は頭に俺は頬を当てていった。繊細な髪の毛を通して痛いくらいに冷え切った俺の頬に雪のぬくもりが伝わる。ずっとこのままでいたい。ふと弥生さんの存在に気づき、少し恥ずかしくなったけど、彼女の方はまるで何も見えていないみたいに静かにこの夜の闇を見つめていた。空気読んでくれてる、弥生さん。弥生さんも、そして俺も雪も、そのまましばらく動かなかった。すげえ、 BGM と同じタイミングでフェードアウトした。ベランダから戻って冷えた体を室内で十分に温めると、彼女たちはそろそろ帰ると告げた。ごめんなさい、トウヤくん、もっとゆっくりしてきたいんだけど。いいよ、仕方ないさ、またいつでも来なよ、待ってるからさ。うん、素直にうなずく雪。また来るからね。大変お邪魔をいたしました。相変わらず無表情なままで、弥生さんは丁寧に頭を下げる。そして何か言いたそうだったけど、それでは失礼いたします。何を言いたそうだったんだ。もう一度頭を下げて外に出て行ってしまった。何か言いたそうだった。
二人が去り、ドアは閉ざされたけど、弥生さんのハイヒールの靴音が遠ざかっていくのがやたらはっきりと聞こえた。少し楽しかったな。そんなことを思いながら俺はそのままベッドに向かい横になる。軽く目をつむるとそのまま深い眠りに落ちていった。これで年が変わると。もう一気に1月2日なんだ。じゃあ今回キリがいいのでここで一回区切ろうかな。ちょっと時間は早い。いやそんなこともないか。いやー今回はもう本当に雪やよの可能性を感じた大晦日だよ雪やよスペシャルでしたね。いいイベントだったな。もちろんその雪と二人っきりでイチャラブ空間になるのもいいけど、そこに弥生さんがポンと入ってきてくれるってのもなんか面白いっすね。いいですね。あとあのベランダに出てからのあの文章の綺麗さね。なんかこのさ寒い空気のなんだろう空気感をすごく伝える、ごめんなさい俺の語彙力が ないからちゃんとそこは伝えられないけど、本当に綺麗だなって思った。空気感が伝わる。同じこと言っちゃういやでもいいなと思ったよ。カミカミで申し訳ないんですけどね、スラスラ読みたいところなんですけども。はい、じゃあ年が変わってどうなるのか、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。